じゃあお題。はい。ラクダ。ラクダってラクダ。ポインカキンカキンラクダ。フリックスマーケットです。お世話になっております。フリックスマーケットです。最近ですよ。シルバーアクセサリー屋さんの SNS が結構盛んですよね。お盛んですね。インスタグラムでライブをやってるところもありますし、YouTube も増えてきましたね。増えてきましたね。びっくりですね。この野郎。うん、真似しやがって。まあ、インスタライブはね、どこが先にやったとかよくわかんないですけどね。でも、はい、いいことだと僕はすごく思うんですよ。そうですね。僕がお店始めた頃、はい、っていうのは、お客様に情報を公開する場所っていうならブログ、はい、また SNS だったらミクシーかツイッターぐらいしかなかったんですよね。なるほどですね。昔は文章が中心だったんですよ。まあブログだったら写真、画像を載せるぐらい。今映像、そうですね、うん、映像で結構そのアピールされる方っていうのが増えてきて、僕ね、これ業界全体が盛り上がってすごくいいなと思ってるんですよね。一番最初、僕がまだお店始める前とかはムックボーぐらいしかなかったんですよ、情報を得るのが。僕も高校1年生の時とか、やっぱムック本見てお店に電話かけてとか、なんかうさんくさいおっさんとかいましたよね。いましたね。頭になんかこうみたいなのもみたいなのがまあを巻いたようなですね。何してるんですか、生きてるんですかね。捕まったんじゃないですかね。ですよね、いろいろと。いや、当時は堂々と乗ってましたからね。かぶったおっさんですね。ちょっと待って、あのね、またね、公開が遅くなるのはそういうことを言うから編集がめんどくさくなるんですよ。そうですね。はい、失礼いたしました。でも全部使いたいな、ここ。無理やり使うわ。はい、よろしくお願いします。はい、ということで清らかなですね、アイテムを紹介させていただこうと。いやいや、ちょっと待って。本当にいいことだと思うんですよ。そうですね。だからいろんな盛り上がり方をすればいいなと思ってます。そうですよね。それぞれのお店様に個性がやっぱあると思いますんで。でも守備店長、俺がナンバーワンと思ってるんでしょ。思ってない。俺が SNS 上で一番有名な店長だって思ってるでしょ。思ってないです。全然思ってない。本当に思ってないです。一番キャラとして立ってるのは俺だと思ってるでしょ。思ってますよ。さあ行きましょうか。そうですよ。はい、本日は商品紹介でございます。はい、久々ブリッジよりですね。はい、紹介お願いします。ご紹介させていただきます。ブリッジよりたたきイーグルシルバー&18金イエローゴールド&ピンクシルバー&イエローシルバーワンメイクございます。ちょっとさ、はい、アクセサリーブランドさ、はい、もう少し名前考えてくれね。そうですよね、長い。マジで。はいはい、ということでブリッジのアイテムの紹介となりますが、作品名にですね「ワンメイク」とありますが、このブリッジのワンメイクと言われるものは意味そのままです。一点物のアイテムになります。デザイナーがその時の気分や感性で作り上げたもの、これですね、ワンメイクシリーズとして現在発表しております。その中の一つがこちらでございます。まあ、ちょっと見てみますか。はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、白です。白。はい、どうですか。非常に細かい作りがお分かりいただけますでしょうか。これもうですね、風景画かと思いましたね。細部の説明しますね。素材がどこに何が使われてるかを説明させていただきます。まずですね、全体この岩のようになっているところですね、こちらもちろんシルバーで、イーグルのボディには羽のところ、こちらがピンクシルバー、そしてイーグルが止まってる木、こちらがイエローシルバー、そしてイーグルのくちばし、こちらが18金イエローゴールドとなっております。これ今簡単に説明したけどさ、聞き慣れない言葉があるの分かります？はい、イエローシルバーとピンクシルバー、これあんまり聞き慣れないんじゃないのかな。シルバーじゃなくってゴールドだったら聞いたことあるんじゃないですか。例えばピンクゴールドだったりとか、グリーンゴールドだったりとか、まあそれってそのままの意味で、ピンク色に近いゴールドでグリーン色に近いゴールド、これは配合でそういう風にしてるんですけど、それのシルバーバージョンと思っていいです。はい、このチャンネル男性の方がほとんど見られてると思うんですけど、女性の方にはね結構馴染みが深かったりとかします。女性アクセサリーブランドではピンクシルバーとかイエローシルバー結構使うところあるんですよ。はいはい、でもねメンズアクセサリーではもうほぼ使ってないんじゃないのかな。ましてやインディアンジュエリーブランドとなると初なのかもしれないですね。本当に聞いたことあんまりないですね。デザイナーさんとなんかピンクシルバーあるよみたいなイエローシルバーもあるよみたいな話になって、僕もえマジでっていう話になって、まあ、今回登場したんですよね。はい、ピンクシルバーはすごく硬くて非常に加工が難しいそうですね。イエローシルバーなんですけど、こちらも成形するにあたって非常に技術が求められるということで、相当の技術がないとこの2つの素材って使いこなせませんよね。だからぶっちゃけ使いたがらない素材なんですよね。でもブリッジではあえて今回使ってみたという。使ってみたんですね。また使い方がすごいですね。うまいですね。うまいですね。もう本当にこの素材で風景画のような作品を作ってるんですよね。これね使っていくうちにまたその色合いというのが深くなっていきます。今ですねあんまり見た目的にはピンクなのイエローなのっていう感じだと思うんですけど、これね使っていけば使っていくほどね色が変化していきます。はい、深い色になってきます。ということで私ですね今イエローシルバーとピンクシルバーの矢尻をつけてます。これを経年変化でどうなるかっていうのを今実践しております。カメラの方でアップにしても分かりにくいんですけど、これね肉眼で見るとねピンク色ものすごくもう強いんですよ。はい、イエローの方もねやらしくねほんと黄色がかってるんですよ。オロナミン C 飲んだ後のしょんべんみたいな色じゃないですけどやめましょういやいやイエローシルバー、そうですねそうですねすいませんね、なんかねそういうの言わないと頭が痛いんですよ。確かにですね、うちのチャンネルは。はい、でもね本当にね黄色っぽくなってる。特にねピンクシルバーの方が色の変化が激しいです。正直入荷して初日全く違い分からなかったです。そうですね、あれどれ3つ入ってきたんですけど、あれどれがシルバーで全部一緒じゃないかなと思って、まあ太陽光の下、まあ、曇りだったんですけど曇り空の下に置いてみたら、ああなんとなくわかるなぐらいだったんです。それがもう今じゃはっきりとわかるようにまで成長しましたね。これ本当に面白いですね。はい、でまあ素材の話を置いといてこの作品のね凄さ、はい、これねちょっと頭おかしいよ。おかしいレベルです。この作品全て素材を削り出して叩き上げるところからできております。キャスト製法などを使っていない作品です。これ、まあ、主役はね真ん中のイーグルなんですけど、俺すごいなと思ったのこれね周りこれイーグルの周りがね半端ないのわかる。この周り、この岩のような感じ、これ一本一本削って作ってるんですよ。これほんとやばくない？これね写真やね画像でしか伝えられないのがほんと残念。これ実際肉眼で見ないとこの良さ本当わかんないと思う。これはねマジでやばい。本当にねおかしいよこれ作った人これどうやって作ったのっていうレベルですよね。うん、ブリッジのデザイナーが持ってる技術の全てが詰まってると言っても過言ではないような、もう僕の作品はこれですどうですかって皆さんに提示してるかのような、もう本当にレベルが高い作品です。それとねワンメイク品に関してご質問が結構あるんですけど、例えばこれ一点物じゃないですか。これ一点物、これが売れた場合、このデザインが欲しいってなった場合どうなるかというと、まあデザイナーの方に言えば作ってくれます。作ってくれますけど、本当にこれ感性で作ってるので全く同じものはできないです。似たような作品はできますけど、本当にね型とかこの絵があるわけじゃないんですよ。本当にもうマジックかな、マジックで簡単にこの鳥の形とか描いてそこを彫っていくんですよね。マジックってね、本当に絵みたいな感じじゃなくてピッピッピッって引いたような鳥のシルエットだけ、大まかなシルエットを描いたところにずっと彫っていくんで本当に型がないんですよ。でその時の感性でまたデザイナーの手癖で彫っていくんですけど、手癖がありますんで似たようなものは絶対できますけど全く同じものはできません。なのでそこだけはご注意ください。これがやっぱ人のなせる技なのかっていう感じですね。そうですね。僕いろんなアーティストさんのアイテムいろいろ見ましたけど、はい、これはね本当に絵画ですよ。絵画ですね。なんでしょうね、僕身につける絵画のようなものだと思いましたね。これねまたね使い込めば本当面白いんだろうね。色がまた変化していって深みを増すんじゃないですかね。ここまで繊細な作りだとさ、もう本当につけるの怖いんだけどさ、反対にさこれをどうやって自分色に染めていくかっていうのがねアクセサリーの醍醐味だと思うんですよね。はい、多分ね手に取ったら飾っておきたいという気持ちが強いかもしれないけど、これをあえて自分色に染めてこのアクセサリーとして完成させてほしいね俺は。はい、俺ねアクセサリーって傷とか色が変わってから初めて完成するものだと思ってるんだよね。自分色に染めて、そうそう、はい、だからね僕ねどんなアクセサリーでもね、ある意味同じものはないんじゃないのかなと思ってます。本当にすごくいいことを今日言われますよね。今日あんまり飲んでないですもんね。飲んでないですね。今もコーヒーですからはい、ということで本日はブリッジよりワンメイクアイテムのご紹介でした。はい、ここで終わるんでしょうか。これですっと終わるんでしょうか。なんか雑談して終わる。雑談しましょうか。はい、インスタみたいにどうぞどうぞ。はい、あ、そうだ、 YouTube だけ見てくれてる人いるかな。最近ですねちび店長インスタライブを結構ね頻繁にやってます。はい、顔も出してます。はい、でインスタのリンクね概要欄に貼っておりますので、もしよかったら登録してください。はい、よろしくお願いいたします。たまにねプライベートな投稿とかもしてますけど、お付き合いできればと。たまにカッコつけてますよね。カッコつけてるのもありますね。とかなんか俺こんなの食ってんだぜみたいなそうそう、俺ちび店長がさすっごいいい肉食ってる時にさ俺おにぎり食ってたぜ俺ツイッターで上がってました。俺ねすっげえ悲しかったわあれあれは給料入ったから。俺も給料日一緒だからさ。あ、そうですね、俺も給料日一緒だよ。でもあれ空いていなかったんですよ。ランチ一人で行ったんで。じゃあ俺も一人だよ俺一人パン屋の控え室であれ食ってたくだらない投稿もありますが、ぜひインスタグラムもよろしくお願いいたします。はい、はい、そういうことでですね、はい、だんだん上下関係がですね逆転しておりますねそんなことないですよ。そんなことはないですよ、はい、もういつ僕がね雇われの身になるかそんなことない、もうドキドキしております。いやもう本当に調子乗らないを第一に、はい調子乗ってないですはい、そういうことで、では、はい、また、はい、近いうちにお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。やろうと思ってたギャグをちょっとやっていいですか今やるの？今やります。今やります。金魚の餌の食べ残し浮いてるやつあるじゃないですかもう泡にめっちゃ巻き込まれてるやつあるじゃないですか。お前すぎねえあれそれすいません、はい、ありがとうございました。